こんにちは、ゆきです。今日は二子玉川駅に来てます。こっちですね。はい。今日は私の大好きなブランド、トラディショナルウェザーウェアさんの二子玉川店にお店図鑑に行きます。今日来てるのも、トラディショナルウェザーウェアさんの、コートと、あとトップスですね。これもね。はい、行きましょう。楽しみですね。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。店長刈谷と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは。なんか素敵ですね。ありがとうございます。なんかあのグリーンの質感がふわふわして、はい、多分見た目以上にすごく柔らかいので、よかったら後で、はい、触ってみてください。やば、かわいい。これはよくちょっとこう見ますよね。綿のコートなんですけれども、はい、綿と綿の間に透湿フィルムを挟んでるので、はい、スペックとしては防水という、はい、非常に活躍すると思います。あ、そうなんです、防水なんです。これは、中もしかして取り外しですか？はい、あ、ちょっと秋の早い時期からお召しいただけると思います。いいですね。もう中まで、あ、しっかり。そうなんです。お袖だけファーがついていないんですけれども、はい、そうなんですね。まあ、その方が脱ぎ着もしやすくて、ニットとかも着やすいと思います。すごい、はい、質がいいですね。エコペルシャ の、はい、エコファーなので、はい、なんか滑らか、気持ちいいですね。そうですね、ずっと触っちゃいますよね。触っちゃいますもん。フードも取り外せるので、はい、そういった意味では、うん、春ですとかもお使いいただけると思います。あ、そうですね、結構長い期間使えますよね。そうですね。これはワンサイズですか？はい、スリーサイズございます。あ、そうなんですね、はい、これも、はい、トラディショナルウェザーウェアさんの、コートなんですけど、サイズはね、ワンサイズ上げたんですよ。はい、ちょっとご相談して、なんかちょっと大きく着たいと。でもこれは大きくしない方がいいかな。もしかしたらこの方の作りでしたら、はい、32でもよろしいかと思いますが、34にしても決して大きい感じにはならないと思うので、はい、よかったら34からお試しいただければと思います。わかりました。はい。ありがとうございます。なんかすごい、絶対これいい。あ、かわいい。34でいいかな。似合いますね。このデザインのサテンテープを見せても、はいはい、そうですね、はい、確かにまくって全然いいですね。いいと思います、はい、ちょっとこの茶色の内側の、はい、色も見せて。あ、これは多分私今152で34なんですけど、もしかして中にこうニットとかやっぱり着たりとか、このサイズで多分いいですね、うん、はい、あ、かわいい。なんかフードもちゃんと型崩れしてないから、これ超大事ですよね。そうですね、立体的になってるというところがポイントだと思います。ですよね。バッグとも合うかな。あ、全然いいですね。あ、かわいい。もうすでにですね。色とかすごいいいですよ。もう、はい、大人のなんかグリーンっていうか、すごくモスグリーン、深いグリーンですよね。そうですね、はい、フード付きは、あとなんかこうマフラーとかしない方は特にいいですよね。そうですね、はい、もうこれだけで決まるので、襟の高さとフードのこの立体的なフードとで、うん、もうこれを着たらもう、はい、1枚で決まるというコートですの で、 そうです、ね、はい、1枚で様になるコートですから、ね、かわいかったですね。決してフードだけどカジュアルダウンしすぎないっていう、やっぱこう大人のアイテムですよね。そうですね、はい、ボタンも肥沃になるので、うんうん、そういった意味がちょっときれいめな感じになると思います。確かに、なんかここ私も大事だと思って、うん、なんかボタンが、まあ、ボタンも出ても可愛いと思うんですけど、このやっぱりないことによってカジュアルになりすぎないっていう、はい、これは私も持ってます。あ、お持ちいただいてるんですね、はい、ありがとうございます、はい、これも可愛いですよね、丈が。私これ、32かな、サイズは、はいはいはい、一番コンパクトなタイプで、はい、とっても、ね、合わせやすくて、結構ボトムス選ばないですよね、はい、今回はこのチェックが可愛らしいですね。
もう一回柄いいですか、はい、ガンクラブチェックと、ガンクラブチェック、このさりげないチェックがいいですよね。そうですね、はい、あとやっぱり黒のパイピングが効いてるかなと思います、うん、はい、すっごく可愛いです。やっぱり無地と柄ってまた印象が違くなるから、わー柄いいって思っちゃいますね。思っちゃいますね、はい、また多分コーディネートで全然表情が変わると思うので。そうですよね、はい、素材感もやはり少し違うので、はい、うんうん、そうですね、はい、あ、もうね、ちょっと着てみたいですね、はい、はい、32で結構ぴったりだったんですよ。で次ワンサイズ上で着てみたいんですけど、はい、いいですか。こちらでは34サイズになりますので、はい、お召しになってみてください、はい、あ、柄に柄すみませんかわいいと思います。あ、かわいい。あ、34でもいいですね。いいですね、はい、肩は全然大丈夫ですね、はい、あ、わー、やっぱこれかわいいですね。品が出るっていいですよね、うん、やっぱりこう脱ぎたくない、ね、本当にかわいいです、うん、このまま帰りたい。ボーダーにもいいですね。あ、いいですね、なんか、いいです、いいです。あ、そうですね、なんか意外にガンクラブチェック、はい、だから強調しすぎない、はい、むしろなんか馴染んでる気がします。こう、え、これスカートも絶対可愛いな、合いますね、合いますね、茶系に茶系も、はい、わ、可愛いですね、可愛いかなと思って。あ、すごい可愛いです。しかもこれレザーですか。はい、エコレザーになります。エコレザーっていうと、はい、フェイクレザーみたいな。あ、そうですね、そうなんですね、はい、素材が、はい、軽いですね、かなり。でも、はい、もう本当にリアルなレザーを超えるような質感だと思います、はい、お手入れも、はい、楽ですし。そうですね、かっこいい。レザー好きだからすごい。あ、でもね、やっぱ大人のね、こう凛としたかっこいい、こう、うん、女性になりますね。レザーでもなんだろう、ちゃんとこうカチッとしすぎないで、ギャザーも細かいんですが、はい、裾にかけてはこう広がりを見せるの で、はい、そうですね、で巻きスカートというか。あ、本当だ、巻きスカートになってるんですね、はい、風なんですけど、風なんですね、あ、そこがやっぱりニュアンスが出るかなと思います。そういう風に綺麗めにもなりますけど、はい、トラディショナルウェザーウェアのユニオンシリーズという、あ、ユニオンシリーズ、カジュアルなこういうチノ素材も、あ、これは可愛い、はい、これも合わせていただければ、はい、可愛いですね。ここね、なんかハースカラーというかこう合わせて、素敵、何でも多分合いますね、うん、はい、トラディショナルウェザーウェアが代表するアークリーという形なんですけれども、それからいろいろこう派生しまして、アークリー3姉妹、アークリーロングですとか、あとパッカブルのダウンを、はい、展開しています。え、かわいい。はい、ロングですね、アークリーロングと申します。かわいいですね、この色も素敵ですね。黒もお持ちですけど、そうですね、これはインナーダウンな感じですか。あ、はい、はい、ただ普通に着ていただいても、はい、今トレンドかなと思います。インナーだけではなくて、これぐらいのサイズになるので。そうなんですね、はい、めちゃくちゃコンパクトに、お旅行とかにも。そうですね、はい、ポケットのところとかも凝っているので、はい、はい、インナーダウンにするにはもったいないかなと思う。いや、そうですね、もったいないですね確かに。これが、一番小さなサイズです。はい、あ、かわいい。しかもこれはインナーダウンだけではもったいない、ね、うん、普通にアウターとして、しかもここめちゃくちゃ軽いですね。横のラインも少し後ろが長くて。あ、そうですよね、こうカットラインが、え、かわいい、ありがとうございます。こっちも、はい、これも着ていいですか。あ、もちろんですよ、はい、ショートかわいい、とってもラーロングもかわいいってなりますよね。ロングは腰もすっぽりあるから、うん、もうあったかいですよね、うん、でもショートはやっぱりショートで可愛さがあるから、あれがいいかもしれない。秋口最初ショートに行って、はい、ちょっとあったかくなったらロングにしていく。かわいい、はい、カジュアルさがこのデザインでしたら、はい、抑えられるので、はい、うん、確かに。これも、3サイズ、はい、3サイズ、はい、じ
ちょっとあの柄が違いますよね。はい、ヘチマ柄なんですけれども、はいはい、パークリーの遺伝子はそのままなんですが、あのジップにしまして、はい、ちょっとこうシャープな感じを出してます。素材もこういうベルベットの素材なので。あ、そうなんですね。あとちょっと光沢のあるこちらの素材も、はい、あ、カラーが2カラーですか。こちらは3カラーと、はいはい、あ、また別のタイプ、ね、そうなんです。お素材が違うので、こちらは2カラーございます。はい、あ、軽い。あ、なんか後ろとかもいいですね。そうですね、ラインも後ろ姿も様になりますよね、はい、1枚で。あ、また生地でニュアンスが違ったりするので、はい、この前この短いタイプのベルベットとこの長いタイプを買っていただいて、また全然雰囲気が違うので全く違うものとして、はい、確かに、はい、なんか好きな人は多分ちょっとしたところも分かるから、うん、でその着心地をやっぱりそのもう分かってらっしゃるから、その新しいシリーズが出ると多分痛くなっちゃうと思うんですけど、本当に可愛い、着心地が良きです、はい、この素材いいですね。はい、あ、可愛い、しっとりしてますよね。そうなんです、はい、なのでこっちの素材とまた全然表情が違うので、確かに、はい、こっちは長いの、こっちは短いのですとか、はい、結構いろいろ揃えたくなる、うね、もういっぱい ありすぎて。あ、そうです、私ちょっと気になってたのがあって。嬉しいです、はい、このチェックですね、このシリーズ、可愛くないですか。はい、生地なんですけれども、ツイードのこのざっくりとした質感はそのままに、はい、ちょっとあったかい繊維を織り込みまして、はい、ツイードがちょっと重いという方が多くなってしまったので、かなり薄地なんですけれども、そうです、ね、はい、裏地もなく、はい、ただこう繊維を織り込んで、はい、温かい生地というのを、はい、お作りしました。そうなんです。で、あの繊維を織り込んで蓄燃性を持たせた生地になります。さあ先にこれを着てみていいですか。こちらのお部屋で、はい、すっごい軽いです。ちょっとノーカラーで、はい、アークリーの遺伝子はあるんですけれども、はいはい、少しこうボタンを横にずらすことで、はいはい、あとこのブルーを見せるとまたちょっと裏地がかわいい、はい、大事ですよね、裏地は違うかなと思いまして、はい、しかもくすみの色でこのなんだろう、ダークのこの色とすごく合いますよね。え、かわいい。あ、ここの裏地と違いますね。そうですね、お袖は滑りがいいように裏地がついております。なるほど、そっか、確かにあのこう気圧さんも重視されてますね、はい、あ、さすがですね。え、かわいい。お持ちのこの かわいいです。こちらを中に入れてもかわいいと思います。確かに、はい、もうそれとこれでもう真冬もいけますよ、はいはい、このボタン閉めてもかわいいんですよ、うん。あ、でもなんかこのゆるシルエットがすごい好きなんだよ、やっぱ。かわいい。あ、じゃあ次のもでもこれセットアップで着れるんですか。そうですね。うわー、セットアップ。ジャケットも、あ、かわいい、かっこいいですね。きっとお似合いになると思います。襟付きで、また先ほど何種類か着ていただいたアークリのシリーズとはまた違う雰囲気になって、はい、私これも気になってるんですよ。そうですね、それ、はい、うん、はい、これもちょっと着てみたいです。せっかく今着てらっしゃるから、ヘリンも、はい、これワンサイズですか。はい、ワンサイズです。あ、はい、着てみたい。だって多分コートとのセットアップってかっこよくないですか、ね、上級者、上級者ですよね。あ、じゃあちょっと着てみよう、はい、さっき気にしていただいて、これでよかったら。お揃いの、あ、これですよねさっき気にしていただいてたので、はいはい、じゃあこれとちょっとお着替えしてきます、はい、絶対可愛いだろうな。はい、ちょっと着てみました。お疲れ様です、はい、すごくね、いい感じです。可愛い、いいですね。着心地最高です。ニットも気持ちいいですよね。めちゃくちゃ気持ちいいです。もう全部欲しいです、ね、やばい、かわいい。ジャケットのセットアップはよくありますけど、コートとのセットアップ、はい、おしゃれですよね。おしゃれですね、
タイトすぎないとこがこうなんだろういいですよね。このね、このシルエットとこうちょっとスカートっぽく見えるデザインというか、はい、はい、めちゃくちゃ気に入ってますよ。どうしよう。だってもうこれとこれを持つめっちゃ可愛いですよ。冬のモコモコスタイル、あったかそうじゃないですか。ね。ね、ノーカラーだから首にマフラーとかでも可愛いし。冬といえば、可愛い。ブランケットマフラー。今年は新色が6色なんですけど。はいはい、これはカシミヤですか。はい、カシミヤは 10% 入ってるんですけれども、はい、それだけで全然触り心地がもうほぼカシミヤに近いので、はい、でもなんか今パッと惹かれたのはこれかな。これかわいい。合いますね。かわいいですね。これあるようでないですよね。なんかこの柄もかわいい。しかもちゃんとね、水色このこうリンクさせられる。で黄色と多分すごくやっぱり相性がいいですよね、絶対に。わかわいい。ちょっとこのふわっとするのはどうでしょうか。あ、かわいいですね。うん、はい、もう冬のね、ワンスタイル完成しましたね。うん、はい、もうかわいいです。大判なので、はい、寒い時は肩から、はい、かけてもいいですし。はい、皆さん結構無難なブランドってあると思うんですけど、あの意外につけてみると、あと顔周りもこう明るくなって、うんうん、それと大判のストールってやっぱその小顔効果だったりとかありますよね。あります、はい、高さも出て。そうですよね、はい、明るさもやっぱり出るから柄選びもでも楽しいと思います、はい、この色すごい おしゃれ。でも意外につけてみると馴染みやすい黄色ですよね。そうですね、はい、結構シックな色が冬は多いと思うので、はい、うん、少し差し色で黄色というのは、はい、冬はいいかと思います。黄色の中でも馴染みやすい黄色なので、はい、そうなんですよ、はい、すごくつけてみると、もしかしてこう派手かなと思いつつ、全然つけてみるとそんな感じしないです。多分さっきの 黒とかでもすごくやっぱりポイントになってこう映える。うん、はい、なんだ、柄と柄を合わせても全然も、うん、だってなんか柄の強さも出ないし、うん、そう、こっちも着てみてもいいですか。着てみてください、はい、お揃いです今。そう、かわいい。なんかね、やっぱりね、このふわふわ感が大事ですよね。そう、いいニットだなって分かります。着心地もすごいいいし。これはワンカラーじゃないですよね。はい、3色ございます。3色なんですね。あ、ネイビーとレンガ、はい、レンガ色、はい、色ですよね。可愛いですね。これもきっとそのグリーンのニットに合いますね。はいはい、合いますね。可愛いですね。あ、いいですね。はい、なんか折ってもこの裏地が可愛いからかっこいい感じに、はい、今回は。あ、そうですね。なんだか優しいチェックですよね。色合いがブラウンだからなのかな。すごくコントラストがちょっと柔らかいからですね、はい、印象として強い感じがあまり受けないのは、はい、そうですね。でもすごい軽いですね。ヘリンボーンとのコーディネートも違和感なく、はい、そうですね、全然違和感なしですね。はい、これも間違いないと思います。間違いない、はい、ごめんなさい。これも、これサイズが34で、これが34です。はい、なんかね、多分後ろもねちょっとこう空いてるので、これも可愛いんですよ。ここの後ろがちょっとこう、なんだろう、ゆったり着れる。はい、このシルエット大事ですよね、はい、こうちょっと冬っぽくこう、あ、可愛い。あ、これすごい。先ほどの、はい、あの一番最初にお召しいただいたグリーンの中、はいはい、と一緒の素材なんですね、はい、気持ちいい。クマみたい。わ、クマ、はい、女子が好きな手触りですね。そうですね、女子ずっと触ってると思います、はい、きっとそうそうですよ、ね、こうやって こうやってね、絶対そうですよね。からカジュアルダウンしすぎてないのがやっぱすごいなと思います、はい。今ね、私今ちょっとカジュアルな靴なんですけど、やっぱりその私普段レザーの靴が多いじゃないですか。もうレザーの靴でももうバシッとこう締まるっていうか、
感じだし、もう靴も選ばないですね。そうですね、はい、ね、このグリーンもこうカットソーですか。あ、ニットですね。あ、これもニットなんですね、はい、幅はこういう感じなんですが、はい、すっきりと着ていただけると、はい、それにこれとか可愛いと思うんです。あ、可愛いですね、うん、よし、はい、着てみました。あ、やっぱりこのグリーンいいです、すごく、しかもすごいあったかいです。そう、これもね、さっき着た違いだから、あ、めちゃくちゃあったかいです。髪型とも合ってます。 ありがとうございます。で、色がすごい映えますね。なんかやっぱこの顔周りをこうグッとこう、このグリーンで明るくなるのでめちゃくちゃおすすめです。これここはね、両方でこう止めれます。こっちも引っ張れる、ちゃんとこっちもで、あ、これはポケットはね、後ろに2つついてる感じですよね、はいはい、巻きスカートになっていて、はいはい、サイドからベルトで締められるのでウエストも調節ができると思います。あ、そうですね、はい、もうこれ着て帰りたいですね。はい、はい、マイ傘もこちらです。これなんか私このハンドルの部分がすごく気に入って、はい、ありがとうございます。黒を使いいただいているとのことなので、はいはい、今回はちょっと人気のまたブラウンとグリーンも新色で登場したので。そうなんですね、はい、あ、かわいいですね。傘って意外に隙を見せちゃダメだなと思ってます、はいはい、コーディネートで一番隙を見せがちなところなんですけれども、そうなんですよ。普通の傘を持つのと、はい、こういったちょっとこだわりを持った傘を、はい、持つのとは、はい、その日の一日の、そうですよね、はい、幸福度もコーディネートの、はいはい、ランクも全然違うと思います、はい、違いますよね、はい、なんか茶系なので、はい、こういった、あ、可愛いですね。あ、いいですか、いいですね、やっぱバッグと一緒ですよね、もうこう手持ちに持ってるもの、うん、いや、可愛い、あ、これで京都の旅行とかいいじゃないですか。なんかね、ここのね、そのバンブーの部分が、なんだろう、上品さ、ね、しかも軽いですね。軽いです。もう隣でしょ、上田さん、さっきもう軽い、かわいい、あったかい、あったかい、もうでもそれ大事ですよね。手荷物重くなっちゃったり、コート重くなるとどうしても可愛くても着ないことが多くなっちゃうので、そうですね、デザインもそうだし、その軽さも大事、結構皆さん傘何個も買われる方って多いですよね。すごく多いです。ですよね、はい、全サイズもちろんコンプリートされてるお客様はいらっしゃるんですけど、はい、例えば、まあ、お洋服いろんな種類お持ちだと思うんですけど、はい、傘は1本だけっていう、そこにとらわれずに、はい、お洋服に合わせた傘を選んでいただければなと思います、はい、そうですよね、はい、何種類かお持ちいただいて、なんかちょっとその柄も気になってるんですよ、うん、晴雨兼用でして、で、ね、UV カットも96から 99% です。まあ、なんか雨の日もテンション上がる、うん、雨の日って憂鬱になっちゃったりとか、うん、なんかね、あ、まあ、晴れてる時もね、うん、日差し強いとうってなりがちだけど、こういう可愛い傘を持って歩いたらテンション上がる、うん、そう、それも可愛い、はい、チェックにチェックも、はい、醍醐味なので、はい、あ、すいません、ありがとうございます。これは両方ですか。はい、そちらも両方でございます。ああ、これも両方なんですね。ビニールバンブーだけが雨のみになって、はい、なるほど、かわいい、うん、そのコーディネートもかわいいと思う、はい、かわいいですね。あ、すごいかわいい。最後に一番人気のブラウンもよかったら、はい、一番人気ブラウンなんですね、はい、あ、いいですね、素敵だ、素敵な時間過ぎて、なんか、はい、もう商品をね、しっかり見れるっていいですよね。雨の日も楽しくなるので、はい、そうですよね、本当にそうです、はい、シンキングタイム、はい、はい、どうしよう、どうしましょう。でもこれもね、新しい感じで、この、うん、このなんか大人のね、こう格
こいい感じで、なんか新しい素材ですよね。そうそうそう、なんだっけ、ヒートツイード、ね、さっきやっぱワンピースとかそのボリュームの出るものが多いからこれかな。でもこのセットアップがね、もうですね、これがすごく素敵でした、はい、なんかそのマニッシュスタイルもすごく好きなので、でもこうマニッシュすぎない、はい、こうここいいじゃないですか、こう、これにします。ありがとうございます、はい、これにしますいいですね。皆さんエコバッグもやっぱ人気なんですか？そうですね、やはり皆さん今バッグに一つはエコバッグ入っているので、確かに、はい、一種類じゃなく何種類かっていうところで、そうですね、はい、この形もこの形も両方やっぱり人気です。確かにそうですね、はい、皆さんねちょっとチェックしてみていただけるとね、うん、はい、かわいい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。楽しい時間を。